今日もお得にお届けしてまいります。ただのデイでございます。というわけでね、この挨拶をりょうさんに考えていただきました。りょうさんありがとうございます。じゃあ今回も武器集め続きからやっていきましょう。でここでいいのかな。で、コメントをいただきました。で、どんなコメントをいただいたかって言いますと、妹のプレゼントを見たいよっていうコメントをいただいたので、ここまで戻ってきました。ポンピちゃん、あなたのプレゼントをください。じゃあ受け取ってみたいと思います。プレゼントもらうのにね、6000円もお小遣いをあげなきゃいけないっていう。お妹のプレゼントで自分で妹って言うの妹のプレゼントレベル1だね。お代は6000円だよお代って言わずにお小遣いくれよって言えよ。毎度あり。何くれんの。私からのプレゼントだよ。お姉ちゃん受け取って。この前森にお散歩に出かけたら落ちてたの。なんか面白そうだから拾ってきちゃった。私の宝物にしようと思ってたけど、お姉ちゃんにあげるね。何空飛ぶほうき。あ、こうやって妹のからは武器、あとは集めてない武器がもらえるそうで、空飛ぶほうき。あー、これなんかさ、空飛ぶほうきがあって欲しいとか言ったもんね。なんかすっごいでかいよなんか不思議な力があるみたいだけど、お姉ちゃんなら使いこなせるんじゃない。うん、空飛ぶほうき G または空を飛ぶボタンを押すことで空を飛ぶことができます。空を飛ぶことで敵に見つからず素早く移動できます。へえ、そうなんだ。これはいいね。あ、いいものもらった、ありがとう。次3万円とかあったけど、なんで妹のプレゼントに3万円もやんなきゃいけねえんだよ。さて坊ちゃんたち欲しかったのこれじゃねえか。これだ。うわー、すげえ。そのほうきいかにも空飛びそう。いいなーいいなー。でも魔女さんはなくして困ってるんじゃないかな。あ、魔女さん、魔女さんが欲しがってんの。じゃあ魔女さんとこう話しかけに行ってみるか。魔女さん、魔女さん、じゃあ使ってみる、使ってみよう。あれ、空飛ぶほうき、あれどうやって飛ぶんだっけ。あれ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 、あ、すごい、見て見て、ほら空飛べた。あ、すごい、ほら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 、めちゃめちゃ移動が楽これ。あ、いいね。はい、ってわけで着いたよ。魔女さん、魔女さん、これあ、そのほうき、私の空飛ぶほうきじゃない。どうしてあんたが持ってるの。もしかして見つけてくれたのね。助かった、これでこの森から出られるわ。さあ早くよこしなさい。え、やだよね、やだやだ、やだ。え、私のなのに。あ、これで渡したりもできるの。じゃあ渡してみるよ。はい、渡した。やっと私のほうきが戻ってきたわ。何よ、そのお礼が欲しそうな目は。お礼、いや別にお礼はいらないけどさ。しょうがないわね、これでどう。なになに、ん、何が起きた。なんと魔女クレモアはウェイコに魔法をかけた。これであんたは一生私の言うなりになることしかできないわ。え、何すんの。え、まんまと引っかかったわね。ウェイコは、くそー、はめられたと思った。いやいや、冗談よ。あ、そうだろ、なんだびっくりした。なんとなんと、今の魔法であんたは空飛ぶほうきがなくても空を飛べるようになったわ。なんだびっくりした、これでも私を積んだかなとか思った。なんでもいいから、ほうきの代わりの媒体となるものが必要だけどね。結構すごいでしょ。これに関しては私もすごいと思うわ。おー、あ、全ての武器で空を飛べるようになった。どうよこの魔法、さすが天才魔女クレモア様ね。え、自分にその魔法をかければ森から出られたんじゃって。それはね、私も思ったよ。もしかして何、自分にはかけられないとか勝手に思ってたけど。
になる。え、嘘。ちょっと頭が切れるからって調子に乗らないでよね。お前、お前そんなアホやったの？そんなアホやったの？なんやねん。なんやねん。じゃあこれ、このパネルに乗って次の場所に行きましょう。待って、待って、待って、あのウェイコの姿が見えないんですけど、どうなってんのこれ。皆さん見えます？一応これあの上にウェイコがいるんですけど、まあいいや、とりあえずこのまま進展があるまで。変なの。あ、斧か。じゃあこれでまた乗って、またね、何か進展があるとこまでカットします。あ、フィールドは行けるところ限りあるんだ。あれ、ここどこ？初めて来るね。よいしょ、降りろ。こん中は？あ、教会だ、教会。モニュモニュ島だ、モニュモニュ島。ここは海沿いの教会でございます。あなたはこの大陸に住む魔王の話を知っていますか？知ってるよ。そうですか。旅のお方、どうかご無理をなさらずに。なんかね、強い魔物が襲いかかってくるんだって。私はここの教会の牧師、そしてアーメン教の教徒でもある、ファルシオだ。アーメン、アーメン。アーメン教の理念は、とりあえずアーメンって言えばなんか神に救われるんじゃね、である。アーメン、アーメン。そう、アーメンとは人々を正しく導いてくれるのだ。アーメン。何時にも神の合格をのあらうこと。アーメン、アーメン。ずっとアーメン、アーメンって言ってるとラーメン食べたくなっちゃうんだよ。来年の入試で合格できるようにお祈りに来たぞ。どうか補欠でもいいので合格できますように。アーメン、アーメン。そんなに来たいとこなの？あー、アーメン、アーメン今日万歳。アーメン。もうみんなアーメン、アーメンしか言ってねえな。さて、花瓶、花瓶を手に入れたんだが、よいしょ。あんまり効果はよろしくなかったようで。熱い。とりあえずアーメン。あれ、斧もあんまりか。痛いな。さて、じゃあまたまた。あ、ここも新しいところちゃう？新しいやんな。あ、新しいとこちゃう？ここはなんて書いてある？霊魂の洞窟。はあ。つうわけでまた新しい蔵。伝説のスーパー武器を探し歩くウェイコは3つ目の洞窟にたどり着いた。たどり着いたのはいいけど、暗闇に光る青い炎、そして心なしか感じる不気味な視線。見るからに危険な場所である。ウェイコは一刻も早く帰りたいと思った。だって行かないとさ、伝説の武器手に入ったぜ。最奥から何かの気配を感じる。ウェイコは勇気を出して足を踏み入れていくのであった。はい、というわけでここでは乗ることはできないんですね。了解です。じゃあここでまた最奥に行くまでカットかな。あ、死んじゃった。青い炎が揺れている。武器に炎をつければ松明代わりに利用できそうだ。炎をつけよう。今思ったんですけど、教会で殴ればいいんじゃねえかって今思ったんで、教会で殴ればきっとスケルトンも倒せるんじゃないかなって思ったんですよ。試しに殴ってみよう。あ、ステンドガラスじゃダメだよ、教会で殴んなきゃ。間違えた。教会で殴ればいいんです。教会で、はい。ほら、聞いた。能力強化をリセットする。あ、聞いてる。痛いな。え、やっぱり効くっぽい。あ、じゃあそれでいこう。教会をブンブン振り回すってのもね、また斬新だけどね。じゃあこの調子でいこうかな。ここは今は廃墟だが、かつては大きな城だった。なんでも復活した魔王に攻め滅ぼされたって話だ。その無念の結末ゆえ、亡霊の姿が目撃されているとか。ああ、恐ろしい。へえ、あ、だからか。了解、了解。じゃあこの教会に火を灯して先に進んでいこうと行きます。何も前見えねえ。先が見えないから怖いね。返事がない。ただの屍のようだ。
屍って持ってけんの？あ、持ってけんだ。これはこれは持ってっていいのか。廃棄の最奥に現れた霊気ダインスレイフを武器を駆使してなんとか倒したウェイッコって言ってもな、これしか使ってないよと。その時ウェイッコの頭の中に何かが聞こえてきた。さあ出た出た、なになに。強き者よ、三つ目の試練も制してしまうとはな。これパパの声じゃね。さすがはかつて、いや今はいいだろう。褒美を得ろう、新たなる力だ。そなたの武器の力をさらに引き出すだろう。いや、これ絶対パパだよ。ささぎ石と戦うウェイコは何を手に入れた？ウェイコの体の中に何かがみなぎってきた。ウェイコは必殺奥義、ロックオンを覚えた。ロックオンって何？相手のハートにロックオンってやつ？違う？さらに、必殺奥義ゲージが溜まる速度が上昇した。そういえば必殺ゲージ一切使ってないな。お、次が最後の試練だ。健闘を祈ろう。ほんとお前誰だよ、姿現せし。あ、武器全部拾えるようになったって。あ、じゃあね、一つだけ取りたいのがあるから、これだけ取らせてもらおう。あー、ここで死んだらバカらしい。そう。これ取りたい。これ。と、あとね。あ、そう、屍使って戦いたい。どう？あ、即死。誰かの屍のようで話しかけても返事がしない。それをさ、ブンブン振り回す、ウェイコもウェイコだと思うんだけど。よし、じゃあこんな感じで、トリウマできたから、どっから家に帰ろうかな。はい。ウェイクはスキップしながら家に帰った。そんなに嬉しいことあったの？さあ、屍を妹にプレゼント放流。何の反応もなしね。そう。そうか。せば、よく見るとこの妹あれだ、八重歯だね。どうでもいい。あ、売れた。やったね。奥。どうしようかな、これ。はい。意外と売れるもんなんだね。
え、妹のプレゼントフォーユー。あ、もうできないんだ。商売術の勉強って何？へえ。え、売れる時間。あ、こういうのもできるんだ。武器庫の拡張。あ、武器庫の拡張。応援。あ、応援もあるんだ。あ、じゃあポミちゃんに応援してもらおう。応援するだけで2000円もかかるっていうのもどうかと思うけどね。じゃあ応援してあげるね。フレーフレーお姉ちゃん、勝てるぞ勝てるぞお姉ちゃん。ふぅ、これで応援はおしまい。どういう応援の仕方なの？どういうの？これでお金取るのもさ、本当に商売うまいんだから、妹のくせしてそう。じゃあ応援もしてもらったところで、次の洞窟に向かっていこうかな。あ、なんか人いる。話しかけてみよう。こんにちは。この東でバザーが開かれているそうよ。旅人たちが集まって店を開いてるんだって。私も行ってみようと思うの。あ、行ってらっしゃい行ってらっしゃい。じゃあ屍を。これさ、ウェイコが持ち上げてるようにしか見えないよね。次はどこ行こうかな。多分バザーっていうのはここのことなんだと思うの。あ、クマいた。クマクマ、G で降りる。クマ探してよ。あれ、あ、そっか、これで取れた。はい、クマ。俺はジェームス、青いクマだ。お前武器商人だな。俺の指定する武器を持ってくれば褒美をやろう。よし、そうだな、威力が32以上の武器を持ってこう。青いって言うから青い武器かと思った。俺は強い武器が大好きでな。持ってきたら装備して話しかけろ。剣闘員。もうなんだろ、このクマ調子に乗ってさ。私持ってるよ、もちろん。ほら、この教会。威力が32以上の武器持ってきたようだな。なるほど、なかなかいい武器だ。しかしこうも威力が高いとこれで切られたら即死ってことか。うわー、なんか怖くなってきた。ガッ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 。あれじゃん、あのたけしボックスじゃん。まあいい、合格だ。褒美をやろう。ガッ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 。めっちゃ震えとるから。あ、 HP190 まで上がった。この世界には俺を含めて4匹のクマがいる。すべてのクマに認められてみよう。ガッ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 。じゃあ、あなたのお望み通り。あ、あなたのお望み通り、これで殴ってあげよう、ホトトギス。あれ、しょうがないな。殴ってみせよう、ホトトギス。あれあれあれ、ダメだ。あー、あーもー。はい、さよなら、バイバイ。え、このクマ何？何なの？何者なの？まあいいや、行こう。あ、なんかある。降りよう。あのクマ強いな。効果の剣。俺は機関士、伝説の武器を求めて冒険してるんだ。しかし手がかりが全然得られないんだ。俺的には洞窟とかが怪しいと思うんだけどな。だけど怪しいところには入っちゃダメって母ちゃんに教わったからな。なんだよ、それじゃ冒険してる意味ねえじゃねえか。キャンプファイヤーだ。わーい、わーい。これキャンプファイヤーって言うの？ここから眺める海は綺麗ね。ソロキャンプするにはぴったりの場所だわ。まあ魔物はうじゃうじゃいるし、隣のはしゃいでる男はうるさいけど。隣のはしゃいでるこいつ？あっちが、あっちか。あれ、え、子供じゃないの？ここから西は岩の転がる荒れ地だ。変な洞窟しかないし近寄らない方がいいよ。なんでもそこに住む岩の魔物はめちゃくちゃ硬いとか。いや、そういう場合ってさ、これで炎？炎でこれ攻撃できんの？すごいね。へえ。こういう風に攻撃できるんだ。じゃあこれでまた、そう、エクスカリバーの威力を知りたかった。はい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 。へえ、イカ槌を呼ぶんだ。痛い。あ、強い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 。あ、ほんとだ、ここに新しい洞窟があるんだね。多分きっと魔法とかなら効くのかな。こいつらとか多分硬いんじゃない？あ、やっぱりそうだ、魔法なら効く感じだね。そしてレベルも上がった。どうしようかな、攻撃力アップにしよう。オッケー。薬草を手に入れたことですし、じゃあ次回はここ
洞窟攻略からやっていこうかな。サクサクプレイがね、大事だからね。というわけで皆様、今回はいかがでしたでしょうか。3つ目の洞窟の攻略、ちょっと暗くて見づらかったかもしれないけれども、そこと、あとは空を飛ぶことができましたというところで今回は終了です。なんか左にいるやつがすごく邪魔なので、こいつにはちょっとお皿も使って、じゃあ次回はね、ここの洞窟をサクサクっと攻略して、伝説の、なんだっけ、すごく草生えるソードだっけを手に入れるための冒険にまだまだ出ていくって出発